富田祐太郎は、日本の官僚、銀行家、大倉省理財局長、満州工業銀行初代総裁、旧福岡藩士、富田一郎の四、男として、福岡県に生まれる。福岡県中学周遊館、旧政大一高等学校を経て、1908年、東京帝国大学法科大学政治学科を卒業し、大倉省に入省。 同年、高等文館主権行政課に合格する。1909年から1913年にかけて、大蔵省仙売局書記として、ヨーロッパに出張。この頃、在英国大使館には、同じ周遊館出身の参事館、山田円次郎、二等書記館、広田幸喜駐在部館、原口初太郎がおり、 夜ごと山座の部屋に集っては、博多弁丸田氏の談論風発で信仰を深めている。1916年、理財局国際課長となり、1917年には、中野聖号が主催した、勉強会、東宝会に参加し、財界の木村雄二、金子直吉、陸軍の林千十郎、荒木貞を、外務省の小村金日、木村栄一、学会の塩沢正貞、 杉森光次郎、吉野作造、内藤コナンだと集って、アジアの未来を語り合った。その後、九百十八年、理財局国家長を経て、九百二十四年一月、大蔵省理財局長に就任。十年にわたって、同局長を務め、九百二十七年の昭和金融教皇、九百三十年の金、輸出解禁と九百三十一年の、 最近史などの経済的混乱の収集にあたった。1925年4月からは、預金部長も兼務している。また、1927年には、田中義一首相が主催した東方会議において、大蔵省の代表として出席している。1934年2月からは、海外中札財務官として、イギリス、フランス、アメリカに駐在し、1936年、 大蔵省を辞職、同年設立された満州工業銀行の初代総裁に就任し九百四十一年まで在任する。その後、九百四十五年五月から八月まで大蔵省財政顧問を務める。妻、幸子は、三宅翔太郎の妹、長谷川春、山田炎次郎大陸外交の先駆マイナスより、官報第二千六百四十号を除任及び、 事例1921年5月21日、ありがとうございます。